ままでも主催講座で講演する、樋口賢治樋口賢治は、日本の報道写真家。四日市全息をはじめとする、高度経済成長による日本中の公害や炭鉱、原子力発電所における、放射能による犠牲者、被爆労働、遡ること、戦争の最大の犠牲者、公軍兵士たちの、生存者たちへの唯一の取材や、ジュネーブ条約を破った。 当時の日本軍による毒ガス製造命令を何を製造しているか知らされないまま防護服もマスクもなしに製造させられて犠牲となった。毒ガスの犠牲者等への誠実な切実な撮影取材、また反戦で知られる古今東西の芸術家たちの取材撮影、戦争の記憶の新しい時期の沖縄取材など常に弱者や一般に生きる。 人々の側の歴史的真実の写真取材で知られている。犠牲者との了解を得た上での撮影による、そのありのままの痛ましい遺言のような写真は、2019年現在、日本よりも海外での評価が高い。日本写真芸術専門学校副校長、日本ジャーナリスト専門学校客員講師、日本写真家協会会員、世界各写真家ギルド会員、 長野県諏訪郡富士見町を生まれ、東京総合写真専門学校を卒業し、その後同校の女子を経て、フリーカメラマンとなる。1960年代より、公害、労働災害、環境汚染等の問題を追う。1964年、東京総合写真専門学校卒業。同校女子を経て、フリーへ。1969年、 四日市郊外を撮影した白い霧との戦い写真展1974年国連主催世界環境写真コンテストプロ部門四日市入賞1983から84年毒ガス島写真展開催1985年原発写真展市民の手で全国開催1987年 ニューヨークでの第一回核被害者世界大会で日本の原発被爆の実態を報告したスリーマイル島を取材撮影1987年から88年原発四日市邪神展を台湾にて開催1988年世界核写真家ギルド展に原発を出展しベルリン、モントリオール、ミュンヘン、ニューヨーク、トロントタで開催 1990年から93年、日本の報道写真家4人展、原発出展。1995年、英国の公共テレビ局チャンネル4のリポーターとして、起用され、ドキュメンタリー、日本の原発ジプシーを追う、隠された、被爆労働日本の原発労働者放映。において、原子力発電所における、労働災害を取材。2001年、 各廃絶 NGO、ワールドウラニウムヒアリング創設の、核のない未来賞教育部門賞、日本人として初受賞。同年、被爆実態写真展を外国特派員、協会ロビーギャラリーにて開催。2005年、日本列島1966の2005展、東京にて開催。2006年、同系富士展を東京にて開催。2009年から10年、 日本、韓国、中国のドキュメンタリー写真展出展。2011年、原発被爆の実態を全国各地域にて巡回展。第17回平和、共同ジャーナリスト基金基金賞受賞。2012年、原発崩壊1973年から2011年、受賞記念展を東京、大阪にて開催。2011年以降、 講演会多数。ワシントンポスト、米国、イプシロン諸外国からの取材多数。2013年、NHK 取材により全国放送にて、樋口健二原発、被爆労働者を撮影し続けてきた、フォトジャーナリストとして放送される。2014年、9月韓国にて、初めての写真展講演会。日韓原子力ワークショップに招待され、映像による、 講演会。2013年から、アクティビストチーム、ままでもウェブサイト作成、管理、企画等すべて行う。なお、樋口の書籍、写真集及び功績は、A、大、半、仏、独、ポーランドなど海外での評価が高く、取材も多数。 https://kenjihiguchi.jimdofre.com コロンススララッッシシュュスラッシュ樋口健ケウェブサイト https://happymamademo.jimdofre.com コロンススララッッシシュュスラッシュ2017年3月11日樋口健ケの講演を企画主催の1 ヒストリー代表魚住千恵子がドイツデュッセルドルフにて、原発反対のデモ参加に伴い、サヨナラニュークスデューセルドルフの大きな協力のもと、エコトップその他協会にて、樋口健治講演会と写真展開催。続いて、イギリス、ロンドンにて、ジャポネシゲインシュティニュークスの招待により、国会議事堂でも、原発労働者の放射能被曝についての講演会と、 母親アクティビストとしてのスピーチをそれぞれ発表を。2019年2月から4月、セイオノラ・ヌッキーズ・デュエセルドワフによる、樋口健二写真展開催。https、ルピア、オンラインで、NRW、ステードと、デューセルドワフ、さよならニュークス・デューセルドワフアクティビス記念。 カエンプフェンゲーゲンアトムクラフトエイドマイナス 3767363SND ウェブサイト2020年1月11日から3月29日、樋口健治写真展、富士と三六東京都調布市プロゼガラリーにて、2020年5月、西洋のラヌッキーズデュエセルドアフ主催、樋口健治写真展及び、講演会、その他ヨーロッパ各地講演会予定、 世界的コロナウイルスパンデミックにより2021年に延期。ドイツベル基金のウェブサイトに、反永久的に原発関連の写真とインタビューが掲載される。https w w w b ール l で、福島イストのほにヒトゲシヒて、2020年11月13日提供大学、八王子キャンパスにて講演。 文学部社会学科講師、木下光一氏。武蔵大学教授、ジャーナリスト、永田光三氏。2021年2月28日から3月13日、エゴタ映画祭にて、樋口賢治ドキュメンタリー映画、闇に消されてなるものか上映。2021年3月11日、福島原発事故、東日本大震災10周年企画。 世界的大流行コロナウイルスパンデミックにより、二度のドイツ、ヨーロッパ行きを延期。オンラインにて、フランスの取材。同じく3月より、ドイツサヨナラニュークス、デューセルドルフ主催の写真展は、ビデオレターにて参加。2021年6月から11月、パーク自由学校にて、オンライン連続講座、売れない、写真家が見つめた、日本の闇。 コーディネーター永田光造、武蔵大学教授、ジャーナリスト。2011年の福島第一原子力発電所事故、以来、樋口の仕事は、注目を浴びてきている。2013年以降、ままでも主催による、多数の講演会。広瀬隆反戦、反格の講談師、神田香織、童話作家、翻訳家だけでなく、反格、反戦。 平和への活動でも有名な日本語を自在に豊かに、操る詩人、アーサー・ビナード、参議院議員、山本太郎等とのコラボレーションによる、講演会が話題を集めている。2016年から2018年、毎年11月、小出弘明とのコラボ講演会は、地球の自然環境破壊と、人権破壊を続ける巨大な権力と、 立ち向かい続けるという共通点から話題を呼んでいる。2018年11月11日、ウッド・ビヨンド・王ーの依頼で、アーマスティス100アニバーサリー、ホワット・イズ・ザ・ワースト・カインド・オブ・ディスクリミネーション、世界最悪な差別とはで、日本以外の世界へ、ポイズン・アイランド毒ガスの島についての真実を、名古屋にて講演。2018年11月、 ルポライター、鎌田里氏とのコラボ講演会。報道写真家として、日本のマスメディアがますます政府御用達となり、起きた事実ばかりで真実を報道しないことを痛烈に批判している。報道とは、権力のためにあらず、必ずその時の弱者に寄り添い、権力に迎合せず、事実に基づいて真実を追求することである。 ジャーナリズムどうぞノットサイドウィズピープルインパワー、バッドザインディビデュアルズフュアレ、インニードアットザタイムオブレポーティングオアイット、パンダーズツーザオソリティズバッドイットパースーズ、アンドプレゼンツトゥルースベースドン、ファクツと常に公言している。また、長年連れ添った妻、節子夫人のことを半世紀にわたっての、共同者と語っている。 1981年から報道写真ゼミ、卒業生を中心に始まった樋口による無料写真塾の名称。第一期生にはアフガニスタンで取材中に爆死した南条直子がいる。南条直子は、ルポタージュ一冊、写真集一冊を残しての無念の死を遂げた。後年、アメリカのドキュメンタリー映画ンが彼女を取り上げた映像がある。 BBC で放映され、逆輸入でテレビ朝日が1時間番組で放映した。後輩たちは、彼女の偉業に続けと、写真展、写真集を出版して、今日に至っている。樋口は、このカトレア会の自分の教え子たちの中で、今、フォトジャーナリズム界で羽ばたく、若手メンバーたちを数名挙げている。スポーツ写真会では、山口真っドキュメンタリー方面では、 鈴木国博ういまき子は、アイヌ民族を、長年追い、五冊の写真集を出版し、多数の写真展を開催し続けている。笹本つね子写真賞の第一回目と、東川町の特別翔太受賞の前田春人は、長野アパルトヘイトの写真集で、日本写真協会新人賞も受賞している。中田総一郎は、星の写望で、 相模原写真賞の新人賞を受賞。豊里智之も同賞を受賞。長野良一は熊本日々新聞社の出版文化賞などを受賞。風景写真の広瀬敦氏は高尾山東京のリドアイ2伊豆の風景の撮影で有名。伊原美代子は猫と祖母の情愛を描いた写真集で10万部を出版し成功を収めた。 歌舞伎町を二十数日間追った写真集で講談社出版文化賞を受賞したケン・トールがいる。現在までにカトレア会メンバーは75冊の本を出版している。ここに名前を挙げきれなかった写真家が何名も活動している。ありがとうございます。